ゆっくり3号です。ライムです。今日は初心者さんが一番悩むラケット選びについて、板の構成や特性をゆっくり解説していくね。卓球をやり始めたばかりの人にも、参考になったらいいね。今回はビスカリアスーパーエールシーを参考にして、紹介していくよ。ラケット板厚。まずはラケットの板厚なんだけど、飛びが弱くしなりのある薄めのラケットだと、板厚は 5.0 ミリあたりのものがあるよ。板厚が薄いラケットは何系になるの？薄いラケットは守備系のカット用が多く、インナーシールド ZLF なんかは 5.1 ミリだね。薄いとどんな打球感になるの？板厚が薄いとグリップの付け根に、しなりが出るので、ドライブはかけやすいけどスマッシュは打ちにくい。釣り竿で例えるとわかりやすいかな。確かに大した回転ドライブも、しなりがあると力を補ってくれる感じあるね。でもスマッシュは力が逃げる感じあって不安定だよね。ちなみにラケットがたわむイメージは、こんな感じになるかな。ただ打球感に関しては、木材や特殊素材の振動吸収率で変わってくるみたいだよ。続いて飛びが強くしなりのない厚めのラケットだけど、板厚は 7.0 ミリ以上のものがあるよ。板厚が厚いラケットは何系になるの？厚いラケットは超攻撃系のスマッシュドライブ用が多く、ジバー製の MK7 は 7.0 ミリもあるね。厚いとどんな打球感になるの？板厚が厚いとグリップの付け根に、しなりがなくなり、剛性も上がるからスマッシュが打ちやすくなるね。タモ網の棒で例えるとわかりやすいかな。確かに大した回転スマッシュでも、しなりが低減されててスマッシュが安定するね。でもしなりがなく球離れも速くなるから、ドライブはちょっとかけにくいね。ちなみにビスカリアスーパーエールシーラケットの板厚は 5.7 ミリ、5枚合板にスーパーアリレートカーボン搭載で全7層。現代卓球では人気の構成と厚みのバランスだね。トップ選手も救急層もこの辺りも板厚が多いよね。板の枚数。次は合板の枚数だよ。ラケットには単板の1枚から、3枚、5枚、7枚、そして今回紹介した特殊素材入り合板があるよ。枚数がいろいろあると悩むね。ちなみに3枚合板は、打球感や柔らかく安定感抜群だけど、守備向きでボールは軽い傾向。5枚合板は、程よく硬く程やく柔らかい。攻撃も守備もバランス取れてる傾向。7枚合板は、打球感が硬く攻撃向きになるけど、合板枚数が多くなるため重くなる傾向。自分のスタイルによって板枚数を決めてもいいね。板の構成。次は板の構成と素材だよ。すべてのラケットは紹介できないので、構成もビスカリアスーパーエールシーラケットでいくね。上板にコトザイ。コトザイは固めで重くしっかり詰まった木材だよ。そして特殊素材、スーパーアリレートカーボンを配置。アウター素材だから上板の下に配置してるんだね。そして添え芯にはリンバ材。打球感が柔らかくなるリンバ材だね。そして中板に切り材。強度は弱いけど割れやくるいが少なく軽くて良い素材だよ。他の木材だと、バルサ、ヒノキ、ウォルナット。アユースに黒炭、チタンなど。卓球ラケットで使われる木材はいろいろあるね。まとめると。上板、特殊素材、添え芯、中心材、添え芯、特殊素材、上板。この素材構成でブレードは出来上がりだね。では他のラケットでも簡単にご紹介。これはアウターにナイロンカーボン素材を配置した、水谷 ZLC だね。このラケットは上板にリンバ材使ってるから、剛性の高いナイロンカーボンなのに、打球が柔らかくマイルド。リンバ材のおかげかな。これは張本インナー ALC だね。このラケットも上板にリンバ材使ってるけど、インナー側にアリレートカーボンを搭載してるので、しなりを残しつつもカーボンの硬さがある。これはボルの CAF だね。このラケットは上板に硬めのコト材を使い、両側からファイバーを挟み込むことで、3枚の柔らかい打球を持ちつつ、鋭く速いボールが出るよう設計されてる。そして最後はわかりやすく3枚のまさにね。ヒノキの打球は好みが分かれるけど、ハマる人は本当にハマる木材。ヒノキの打球は本当なんとも言えないね。
一度はぜひ打ってもらいたいね。そんなわけで1、ラケットの板厚。2、ラケットの板枚数。3、ラケットの板構成と素材。やってきたけどどうだったでしょうか？使ってるラケットが物足りないとか、飛びすぎて制御できないとか、そういう時にこの動画を見直してもらって、もう一度自分の卓球スタイルに合ったラケットを見つけてもらいたいね。ほんと見つけてもらいたいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。